ちはレグザー町へようこそ。依頼任務に興味はありますか？手間をかけずに立ってるだけで楽にモラがもらえる依頼ってないか？そのような依頼は今のところありませんが、こちらに比較的簡単な住民リクエストがありますよ。数万モラか。そうだな。エフェンディさん、もっと報酬の多い依頼ってないか？そういった依頼がお望みですか。そうですね、最近スパンタマット学院が地脈調査プロジェクトを立ち上げ、スパンタマット学院には地脈研究を専門とする学者が多く、地脈データの需要も高いです。そういった理由から、ただ今の時期は学院の学生だけでは人手不足ということもあって、多くの志願者を募集せざるを得ないようです。彼らの報酬はとても高額な分、志願者に求める素質も厳しくなっています。どうです？では募集要項を確認してみましょう。まずは1種類以上の武器を巧みに扱えるか。素晴らしい。では元素への理解はあるか。はい、旅人さんなら問題なさそうですね。こちらで登録しました。具体的な依頼内容はガフォーさんからお聞きください。ただあの方は本日重要な来客対応がありますので、院内の来客対応の流れを考えると、今日は多分プスパカフェにいらっしゃるでしょう。来客の対応が終わった後に、まったく志願者を救護しているという話でしたのに、途中で来客対応に出向いてしまうとは。ここのコーヒーには詳しいのか？もちろんよ。私が昔よく飲んでいたものですもの。よく知っているわ、ガフォー先輩。いえ、今は兄弟子として呼ぶよりガフォー先生と言った方がいいかしら。昔話をしたかと思ったら、今度はコーヒーの話。何か言いたいことがあるなら。あの人がオイラたちの探してるガフォーさんだと思うけど。いや、別にこれといった事情などないんだ。ただ君が教令院を離れてからというもの、ジュライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに。リサ、君が教令院を離れたことは本当にもったいないことだった。君ほどの才能と知恵を持つ者があのまま教令院に残っていれば、今オイラの聞き間違いじゃないよな。あれってリサさんがスメール教令院で勉強してたっていうのは聞いたことあるけど。私の予想が正しければ、あなたは昔の話を持ち出してここに連れ戻そうとして。聞いたところによれば、今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか。僕から言わせてもらえば、自分の時間を浪費すべきじゃない。どうして司書なんていう小さなことに頭を。君が学院に戻ってきてくれるなら、すぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが大量にあるだろう。はあ、あれこれ言ったけど、結局は私をここに戻したいということね。いや、実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって。あら、そう。私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのか、あの先生はよく知っているはずだわ。モンドの生活を捨ててソロン派学者の身分で教令院に戻る、知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわ。つまりもう私を連れ戻そうなんて思わないで。うわ、リサさんってソロン派の学者だったんだな。リサさんからそんな話聞いたことなかったぞ。それから司書はとても大事な仕事よ。時間を浪費しているなんて、知恵は世界の隅々にまで秘められている。一滴の中にある知識を軽んじてはならない。優秀な学者は細部を見落とさないわ。ガフォー先輩、やっぱり昔と同じように。それともう一つ見落としている細部があるわね。今この時、そこの二人、私たちに何の用かしら？リサさん、こんにちは。ほら、言ったでしょ、やっぱりあなたたちだったのね。お久しぶりね、かわいこちゃんにパイモンちゃん。お二人はどういったご用件で？あれだ、オイラたちはスパタ
スパンタマット学園の地脈調査プロジェクト？かわいこちゃん、まさか教練院に入学したの？そうそう、連絡院のエフェンディさんから学術プロジェクトの優勝志願者を募集してるって聞いて。優勝志願者を募集？ガフォ先輩、学院の内部はそんなに人が足りていないの？いやいや、これはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで、全て地脈のデータを集めるには大量の人手を割くしかない。こちらとしては君が戻ってきてくれて、ジムの一部でも手伝ってくれ。私の記憶では、地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らない。モンドを離れてから旅人とオイラはいろんな戦いを経験してきたんだ。あら、長いこと会っていなかった間に面白い経験をいっぱいしてきたみたい。うん、だからリサさんは心配しなくても。お二人ともプロジェクトに参加しに来たのでしたら、もう少し待っててください、リサとの話が終わるまで。ラフォー先輩、残念だけど私はあなたの期待に応え、ほんの少しの挽回の余地もない。あの時私は自分の考えを貫いて教練員に別れを告げた。長らく会っていなかったから気が変わっていて、違う反応が返ってくるかもしれないとも。君がそのように言い切ったんだ。僕が無理に説得する必要もなくなった。ならこれ以上は邪魔しないでおこう。僕にはまだジムがたくさん残っているのでね。ええ、安心して先輩、学院の会合には。そちらの志願者のお二人は時間が空いている時にマウティーマチューリンまで僕を探しに。そうだ、最後にもう一つ。何かしら先輩。モンドでの生活が順調であることを祈ってるよ。ええ。さあ、かわいこちゃん、パイモンちゃん、説得が上手な人ももういなくなったし、腰を下ろしてお話ししましょう。教練院の内部でとんでもないことが起こっているみたいね。そうだ、どうしてリサさんがスメールにいるんだ？騎士団の仕事はほっといて大丈夫なのか？ええ、ジンが私に長めの有給休暇をくれたの。せっかくのお休みだし、旅行でもしてリラックスするのもいいでしょ。あなたたちは聞いたことあるかわからないけど、私はかつてスメール教練院のスパンでも、卒業した後は教練院に残らず、そのままモンドに戻って騎士団の図書館司書になったわ。つまりリサさんがスメールに来たのは、いろんなところを観光するためだけじゃなくて。あら、そんなに気になるのかしら。そうね、とても昔のことだし、強いて言うのなら理念が合わなかったからかしら。当時教練院にいた頃の私は、ジュライセン先生に才能を買われて、でもそういったプロジェクトのほとんどは失敗に終わったの。率直に言うと、超人的な知恵を得ようとして、私はもうこのような狂ったことに巻き込まれたくないと思って、だから離れることを決めたの。うん、いろいろあったんだな。だからたとえジュライセン先生が説得に来たとしても、私が教練院に戻ることはない。昼夜問わず実験に没頭する生活よりも、昼前の10時から仕事をして。やっぱりリサさんが図書館司書の仕事を選んだのは。仕事なんてそんな面倒なことはのんびりやった方がいいし、定期的に休暇を取るのもとても。はあ、でもスメールに到着してまだ間もないのに、ガフォー先輩に見つかっちゃったのよ。つい話し込んじゃったわね。それであなたたちも？そうだったの。神を超えたいと思うほど彼らがそうも執着していたなんて。私の知らないところであなたたちはまた何かに巻き込まれていたのね。でもこの規模の危機でも、最後にはあなたたちが何事もなく解決。こんな偉業を成し遂げた今のあなたには、まだやるべきことがいっぱい残っているんじゃないかしら。本当なら一緒にスメールを観光しようと思っていたのだ。本当に惜しいわ、めったに会えないのに。あら、かわいこちゃんも
私と一緒に観光がしたいということかしら。ここ数日はスメールシティを観光して、最後はガンダルバン村からリーウェを通ってモンドに戻るつもりよ。もしかしたらスメールシティやガンダルバン村で不意に会うかもしれないわね。あら、そう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ。もし私を見かけたらぜひ声をかけてね。そうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわ。たち、来てくれたか。ならよかった。ではまずは説明しよう。この研究プロジェクトはスパントマッド学院が長年取り組んできた地脈の流れをモニタリングするために立ち上げられたものだ。スメールの秘境内では地脈の流れに異常が発生することがよくある。そのため定期的にそれぞれの秘境に人を置く。秘境内は危険な状況であることが多い。だから原則として戦闘能力を持った人員、君たちがすべきことは秘境の奥深くまで進んで地脈の異常状況を記録することだ。よし、これで僕からの説明は以上だ。